got the curtains up. I guess it would be nice if you could interrupt. It's a day like this. It's a day I really would have missed. It's getting real dark in here. Feels like I've been here a thousand years.朝8時半に起きて、今朝の10時ちょっとです。なので1時間半ぐらいかけてモーニングルーティンをやったわけなんですけども、この動画を見てくれた人の中にはガーショッピンさんと洗濯だったり食器を洗ったりっていう家事の部分、それ無駄じゃないですかっていうふうに思う人いたと思うんです。で、僕も最初、一人暮らしをしている時っていうのはそういう洗濯物だったり掃除をしたりっていう家事の部分っていうのは、すごい無駄だなと思ってたんです。で、それを極力省いていって、やりたいことだったり仕事だったりに集中をしよう、集中したいっていうふうに思ってたんです。なのでそういった洗濯だったりも、たまりにたまったら洗濯をしたり、料理をご飯食べる時もお皿もうマックス2つだけ使って、それでこう食べてたりしたんです。しかもその時は朝起きてから午前中の時間っていうのが一番仕事をはかどる時間、一番クリエイティブな時間だというふうに教わってきたし、僕もそう感じてきたので、なのでこう朝起きたらこう「おはようございます」ってそのままパソコンカタカタカタってやるくらいですね。もうその無駄を省いてというか、仕事しかやってなかったというか、仕事だけやってたっていう感じですね。で、こうやって同棲をスタートしたわけなんですけども、例えば僕の知り合いの人で、女性が家事をやるものだと、男性は仕事に集中するものだという感じで、役割分担をしっかりするべきだっていう人もいたんです。でも僕の場合はもちろんそのパートナーの人にもやりたいことだったり、将来こうなりたいっていう未来、夢があると思うので、なので家事を好きだと、家事をやるために生まれてきたんですっていうのでしたら、もうどうぞどうぞっていう感じなんですけども、別に今の、彼女はそういう感じではないので、2人で一緒に、家事をやっているっていう感じですね。僕にとっては2人で円満に暮らせるように家事っていうのは必要なことだと思ってます。僕がこうやってちゃんと家事をきっちりこなすことで、相手の負担を軽くして、2人で仲良くずっとやっていけるかなと思っているので、なので僕にとってのこの今やっている家事、お皿を洗ったり洗濯したり床雑巾拭きしたりっていうのは必要なことだと思って今やってます。あと最近僕は料理が好きというか、その前回住んでいたところと比べるとキッチンがものすごい広くて料理がしやすいので、なので料理のレパートリーが増えたり、自分の料理のスキルがアップした感じがあるので、今すごい料理楽しいんです。なので料理は、自分の趣味の時間として、過ごしていこうかなっていうふうに思ってるんです。で掃除に関してもその自分の力ですっきり空間にできたということで達成感も同時に味わえるということで、僕も掃除はいいなと思ってます。ただじゃあ部屋のこの全部の部分をやろうって思ったら多分2時間3時間はかかっちゃうかなというふうに思います。でそれをじゃあ毎日やろうと思ったらですね、その2時間3時間1時間でもいいですけど、その毎日1時間やってる掃除を毎日そのアイディア出しの1時間にしたら僕のその人生のクオリティとかっていうのはもう全然違うものになってくると思うんですよ。なので掃除だったり洗濯に関してはやっぱちょっとずつこう手放していってもいいのかなっていうふうには思ってます。どんどん楽にしたりとかでいろいろ調べてたらですね、一応これまだアイデア出しの部分なんですけども、この見えますか、家事代行っていうサービスがあるみたいですね。どういうサービスかっていうと1時間2190円で掃除だったり料理だったりっていう家事を代行してくれると。でこれなんかは2時間4600円っていうサービスもあるみたいですし、2時間5000円が安く感じるのか高く感じるのかっていうのは、この動画見てる人のそれぞれだと思うんですけど、ただその1時間2時間を使ってアイディアを出して、そのアイディアがもう仕事でもうめちゃくちゃ生きたり、なので5000円を払って2時間という時間を買って、その中でアイディアを出したり仕事をクリエイティブな仕事をして、そしたらもうその仕事での売り上げだったり結果につながったり夢に近づいたりするわけなので、僕はありだなというふうに思いました。で、実際その本を読んでてこの家事代行を頼みなさいっていうふうに書いてある本もありましたし、なのでちょっと近々使ってみようかなというふうに思いました。ただ5000円を払って2時間時間を作りましたと。でその時間で寝るっていうふうにやったりとか、その時間でゲームをピコピコするっていうふうにしてしまうとあんまり意味はないのかなと。寝ることだったりゲームをピコピコすることが本当に大切なことで、それをやってる時にアイデアがパーンって出てくるのであれば、その5000円を払って2時間買うっていうことはそれは有意義なことだとは思います。ただ2時間せっかく2時間作ったのにそれでこう全く意味のない無駄なことをしてしまうと、それはそれでちょっともったいないかなというふうに思いますので、なので家事代行を使うってなった時は必ず自分は仕事だったりクリエイティブなことだったり価値を提供することに時間を使うということをやろうかなと、それができればいいかなというふうに思います。今回この動画ではその家事代行やってみたみたいなそういう話ではなくて、その家事は無駄ですか無駄じゃないですかっていうところで今の僕にとっては円満な感じで仲良く暮らせるために自分もちゃんと家事をやるっていう、それは大事だというふうに思ってるので、今回こうやってモーニングルーティンの一部の中で家事をやるっていう部分をお見せさせてもらいました。日本語めっちゃおかしかったですね今お見せしました、はい、なので今回は家事って無駄なんじゃないかなっていうふうに思ってはいたんですけど、でも家事をすることによって大切なものが大切にできるというのも感じたので、今回はそれを動画にしてみました。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、もし分かりにくかったらですね、あと意見とかあったらコメント欄で遠慮なく気軽に書いてください。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。最初引っ越しをした後に家事をどんどん始めていったんですけど、その時はちょっと無駄だなとかもうちょっと楽になったら嬉しいななんていうふうに思ってました。でも、結構やってる最中に仕事のことだったりやりたいことだったりあれ欲しいなここ行きたいなとかぐるぐる結構考えられているので、なので意外と有意義な時間になってるななんていうふうに思いました。なのでこの動画を見てる人でもなんか日々自分がやっていることを全部自分のプラスになるようにそのメントレしていけばいいんじゃないかなというふうに思います。でもそこは難しいんですけどね。